ロールス・ロイス・ウェランド、ウェランド、ウェランドは、ロールス・ロイスが製造した、英国発の実用ターボジェットエンジン。技術的方向性の相違から、空軍の上官アラン・アーノルド・ブリフィスと対立したフランク・ホイットルが、自ら起こした、パワージェッツで開発された W1、ウィテル・スーパー・チャージャー・タイプ1は、1941年に、連合国側発のジェット機、グロスター E28。 三十九を進む空させた。ウェランドの前身は、その W1 の比例拡大版として計画された W2 だったが、パワージェッツには量産能力がないため、軍事省の仲介で自動車製造大手ルーバーが生産を担当することになった。W2 は両面式単板延伸式圧縮機と、十本の 缶型反転式燃焼器を持つターボジェットエンジンで、ローバー版は W2 バイト、B は工場所在地バーノルズウィックを表すと命名された。しかし、W2 バイトの開発は出力暴走、タービン入り口温度が上る、サージング等の問題に直面して難航し、後にランドローバー開発主任として知られる、モーリス・ウィルクスが、タービン動力を外部水冷から、 内部空冷に、性欲を低反動型に各々変更し、新しい耐熱合金を採用した結果、1942年末には、水力 5.6kN で25時間の連続運転に成功した。これらの改良作業と並行して W2 バイトは、同年夏からビッカースウェリントン、続いて、グロスター E28-39 にも搭載されて、 空中試験が開始されていたが、下請け業者からの部品納入遅延や、試験の薄さからローバー車における開発はなかなか進捗せず、事態を重く見た、軍事省が W2 の詳細データをエンジン技術者、フランク・ハルフォードに託した結果、W2 より簡素な構造を持つハルフォード H1、後のデファビランド・ゴブリンが先に実用段階に達してしまった。 さらにホイットルの反対を押し切って、ローバーが大幅な設計変更、全長短縮の意図で用いられていた、反転式燃焼器を廃止、粉流を迂回させず、タービンに直接当てる改良型。後に、W2 バイト26ロールスロイスダーウェントへと発展に着手したため、これに苛立ったホイットルは、ローバーを公然と批判するようになり、ロールスロイスの手を借りて、 独自改良版のパージェット W に500、700の試作に着手するなど、両者の対立は修復不能に至った。しかしホイットル自ら注力した W に500、700も、また、スータの技術的課題を克服できぬ極めて不安定なものでしなかった。ホイットルとの圧力にや気けがさしたローバーは、w にバイトプロジェクトに関する一切を兼ねてから、 Z エンジンに興味を示していたロールスロイスに工場、人員ごと譲渡することで合意し、航空機レシプロエンジン用機械式化給機の専門家、スタンリー・フッカーらのチームが W2 バイトの開発を引き継いだ。シースルーモデルで気流解析を重ね W2 バイトの本質的欠陥を把握したフッカーらは、ローバーで半完成状態にあった W2 バイト23案に 技術的洗練を加え、蒸発鑑式燃料噴射、反転型燃焼器、外部水冷タービンに固執するなど、経験論に高低市販進歩主義に陥った、ホイットルへの皮肉と、エンジン内の気流が、川の流れのように、スムーズという意味込めて、工場の傍らを流れるウェランド側、の名を借り、この同社初のターボジェットに、ウェランドの愛称を付した。その後、ロールスロイス製、 ジェットエンジンのほとんどにイングランドを流れる川のの愛称が与えられているのはこの古事にちなむ。なお、英仏合弁、ロールスロイスとチュルボメカで設計された RB172、RT172 RB、T260 RT アドアは、例外的にフランス南西部のアドゥール側、英語読みでアドア側に由来する。ロールスロイスが持てる。 要素技術とノウハウを注入したウェランド W2 倍と 23C は実戦に耐える水準にまで改良され、1943年に A 発のジェット戦闘機グロスターミーティア会一向けに量産開始し、自作のダーウェントと交代するまで総計167機が生産された。メッサーシミット Me262 に数週間遅れてミーティアに積まれ実戦配備されたウェランドは、 推力 7.1kN、オーバーホール間隔180時間の性能を発揮して、速力、上昇力では全く立ち打ちできなかったが、安定性と燃料消費率で、ユンカー数も004を上回っていた。また毒で、異色の遠心、軸流併用ターボジェットに傾注し、1939年に、世界初のジェット推進系 GE178 を、 進むぞらさせていたハインケルのハンスフォンハインラのチームは1941年には実用型ヘス8を搭載した戦闘機 1E280 を試作したものの小予算で研究体制が整わなかった事情も相まって実用段階未達つのままウェランドより先に計画放棄されていた1944年8月4日には 実験飛行隊616トン HS9 ハイのミーティア海一が毒から飛来した V-1 飛行爆弾の撃墜に成功し、連合国側ジェット戦闘機による発戦果を記録した。ただしエンジン軸受け能力の限界からミーティアの軌道は通じ程度に制限されており、この段階で対戦闘機戦闘は事実上不可能だったと言える。ミーティア海一の一号機は、 米陸軍航空隊との技術交流で、ウェランドの前作パワージェッツ W1 のライセンス版であるゼネラルエレクトリック J31 を積んだベル XP-59 アンペアエアラコメットと交換され、おののでテストされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。